劉邦が言っていたのはこの辺りのはずなんだ。このコスモは濃いやつだったが、ようやく振り切ったか。探したぞ。何？久しぶりだな、ソレント。お前がポセイドンの手の者との噂を聞いた。そして先ほどのコスモは甲賀と知らない相手のものだが、今お前からそのコスモをかすかに感じ、知られたのなら仕方ない。いかにも私はポセイドン様に仕えるものだ。ペガサスのことなら心配いらないよ。倒そうとはしたが、シャイナという女セイントの邪魔が入ってね。シャイナ、甲賀の師匠だ。それでお前は逃げ帰ってきたというわけか。逃げてはいないさ。君にはわからないだろうが、私はいろいろとやらなきゃいけないことがあってね。ほう。だがお前はここで俺と出会ってしまった。この世代のブロンズセイントの実力見せてもらおう。宇治流忍法のすべてを見せてやろうか。聞きたまえ、死の旋律を。ラウンド1、ファイト。まだまだ。とどめ。まだ終わっていない。見せてやろう。
猛攻天狼崩し。見せてやろう。ドトン、ソーガ、オーロウジ。チーフ。ハ。ふん。ふん。とどめ。ハ。まだ終わってない。ラウンド3。ファイト。危険死を呪う。やるな。ドトン、ソーガ、オーロウジ。まだまだ。死刑死の命令。やるな。とどめだ。猛攻天狼崩し。まだまだ。行くぞ。はっ。はっ。そこだ。はっ。はっ。はっ。見せてやろう。ドトン、ソーガ、オーロウジ。これが忍者サインの力だ。これは赤はドロップだ。もらっておこう。オタクはいい。それより聞きたいことがある。アクアドロップの一つはゴールドセイントが持っていると聞くが、今回のことと何か関係あるのか。アクアドロップは元よりポセイドン様の所有物だ。ゴールドセイントがかすめ取っていったものも回収せねばならぬ。ではそのためにゴールドセイントをこの島に呼び込んだのか。だがそれなら他のセイントを島に集めたのはなぜだ。それにその大事なアクアドロップを俺たちに渡したのは何のためだ。君たちセイント同士を争わせるために決まっているだろう。君たちは反逆者としてサンクチュアリから追われている。そんな君たちとゴールドセイントが別々にアクアドロップを持てば必ず戦いが起こるはずだ。チッ、やはり同士討ちを狙ったのことか。クソ、こっちの方だったはずだが。この声はコウガ。そうか、ソレントはハルトが。ああ、ヤツは倒した。残るはポセイドンだけだ。それでこれからどうするんだ。ポセイドンを倒すにはやはりアクアドロップを集める必要がありそうだ。ポセイドンがいるという神殿に向かいながら探してみようと思う。そうか。いずれにせよ今日はもう遅い。続きは明日だな。了解。休めるときに休んでおくか。ところでハルト、お前アクアドロップはいくつ集めたんだ。二つだ。こっちは三つだぜ。どうやら俺の方がたくさん集めたみたいだな。お前最初にソレントから一つもらっていただろう。あ、忘れてたぜ。勝負は引き分けだな。
いや、引き分けには終わらせねえ。何？ハルト、俺とアクアドロップをかけて勝負だ。勝った方がポセイドンを倒しに行く。それで決着をつけようぜ。お前な、ポセイドンたちはセイントの同士討ちを狙っているんだぞ。わざわざ俺たちが戦う必要はあるまい。だけどトリトンのスケールを手に入れてポセイドンと戦えるのは一人だろ。それに俺はセイント同士で技を競い合うことは決して悪いことじゃないと思うんだ。パライストラにいた頃もソーマやリュウホーと手合わせをした。そしてその戦いの中で俺たちはコスモを高め、新しい技を身につけたんだ。だから俺はハルトとも戦いたい。ポセイドンたちの罠にかかってるわけじゃないぜ。俺たち自身が強くなるためだ。なるほど、確かにそうかもしれんな。そういうことなら相手になる。無事流忍法の奥義、お前に見せてやるぜ。望むところだ。やれやれ、騒がしいやつだ。お前と勝負するの楽しみにしてたぜ。ラウンド1ファイト。やるな。王侯天狼崩れ。負けるかよ。王侯まだ終わった。あった。天狼剣あった。まだやれぬ。生きれるか。まだ終わってない。ラウンド2ファイト。王侯天狼崩し。まだやれぬ。やるな。王侯天狼崩し。まだやれる。ドドン、ソーガ、オロウシ。まだやれ。ラウンド3ファイト。
せてやろう。反抗期だ。やるな。ドドン、ソーガ、オーロウジン。まだやれる。反抗期だ。よっしゃ、熱い戦いだったぜ。やれやれ、騒がしいやつだ。お前と勝負するの楽しみにしてたぜ。ラウンドワン、ファイト。まだやれる。生きれるか。まだ終わっていない。
が忍者セイントの力だ。くっ、やられたぜハルト。でもコスモが燃えたぜ。俺の勝ちのようだな、コウカ。だが、いい戦いだった。まあ、負けちまったもんは仕方ね。こいつは渡しておくぜ。ああ、預かったのか。残りのアクアドロップは、お前の言ってたゴールドセイントが持っているはず。了解だ。北端の神殿、ここがポセイドンの神殿だな。あ、この奥にソレントの言っていた結界があるはずだ。待て、ブロンズセイントよ。この声は久しぶりだな、ペガサス。そしてウルフよ。私はイオニア、知恵と知性のゴールドセイント、カプリコーンのイオニアだ。イオニア、まさかアクアドロップを持っているゴールドセイントというのはお前のことか。いかにも。お前の言う通り、私はアクアドロップを持っている。ならばそれを渡せ。俺がポセイドンを倒して。少しなことを。私になすすべもなく敗れたお前たちがポセイドンを倒すだと。バカなことを言う。こそこそと私の周りを嗅ぎ回った挙句、牢に囚われたことを忘れたか。覚えているさ、あの時の狩り。いつか返そうと思っていた。返り討ちにしてくれるわ。ゴールドセイント、そのところだ。懲りぬやつだ。ラウンドワン、ファイト。方向転落崩し。まだ終わった。こしゃ。終わりだ。まだ終わってない。見せてやろう。ドトル、ソーガ、オーロラ神。クシャク、怒ってる。何の？怒ってる。怒ってる。クシ。
くんな。うん、あった乱れ打ち。うん、はっ、うん、うん、カプリコーン、ほう、何の見せてやろう。ドドン、そうや、放浪神。うん、ハッハッハッ、なんラウンド3ファイト。やっ、うん、あった、やるな。うん、バキ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 。うん、いや、まだ終わっていない。はっ、はっ、若いブロンズにここまで押されるとは。おごったないように、セイントとアテナを守護し、地上の平和を守る。アテナを裏切ったお前に勝てる道理などないの。これを持っていけ。お前たちがポセイドンを倒すというのなら、そうするがいい。マルス様にとっても、ポセイドンは倒さねばならぬ相手だからな。やるじゃねえか、ハルト。あのイオニアを倒すなんて。ああ。これも、お前たちと共に戦ってきた経験が生きたからかもしれんな。これは…なんて巨大なコスモだ。これがトリトンのスケール。ああ、きっとそうだ。それさえあれば結界の先に行けるはずだ。ならば先に進もう。ポセイドンを倒してくる。頼んだぜ、ハルト。必ず無事に帰ってこいよ。ああ、任せておけ。ここがポセイドンの居城か。島の地下にこれほど広い空間があると。待ちわびたぞ、アテナのセイントよ。この圧倒的なコスモ、お前がポセイドンか。いかにも。ここまで来たか、アテナのセイントよ。セイントに同士打ちをさせようなど、神のくせに随分と探しいやつだ。お前たちが互いに潰し合ってくれれば、手間は一度で済む。慎重なことだ。やはりお前は完全に力を取り戻していない。違うか。確かに。だが、それでも人間ごときをひねりつぶすには十分だ。アテナのセイントよ、お
前は今神の力を侮っている。その愚かさ身をもって知るがいい。人間ごときだ、上等だ。その人間が神さえも超えられること今こそ見せてやろう。俺がこのスケールの力を見極める。神に勝てるとでも思ったか。ラウンド1ファイト。アテナのセイントなどこんなものだ。俺がこのスケールの力を見極める。神に勝てるとでも思ったか。ラウンド1ファイト。この程度でやるな。やろう。ドドン、
程度で。裁きを受けるがいい。テンペストの総ブロック。やるな。ラウンド3ファイト。やるな。とどめだ。まだ終わっていない。とどめだ。まだ終わっていない。とどめだ。投げて。この程度で。まだ終わっていない。方向転落崩し。この程度で。見せてやろう。ドドン、ソーガ、オーロウジン。やるな。アテナのセイントなどこんなものだ。俺がこのスケールの力を見極める。神に勝てるとでも思ったか。ラウンド1ファイト。やるな。とどめだ。方向転落崩し。方向転落崩し。やるな。方向転落崩し。見せてやろう。やるな。やるな。方向転落崩し。この程度で。方向転落崩し。やるな。バカ。
まあ、ラウンド2ファイト。方向転落崩し、うん、はっ、てやっ、あってや、うん、やるな、うん、うん、うん、やるな。まだ終わっていない。見せてやろう。ドドン、ソーガ、オールオシン。方向転落崩し。この程度で。まさかこの強い、これでまだ完全に目覚めていないとはな。案ずるには及ばぬ。何？その心配はいらぬと言ったのだ。セイントよ、私は再び眠りにつく。真の力を取り戻していないとはいえ、この私を倒したことは見事であった。だが、覚えておくがいい。お前たち人間と違い、我々神々の時間は無限だ。いくらお前たちがあがいても、いつかは必ず敗北する時が来る。果たしてそうかな。人間の歴史が続く限り、地上の危機にはアテナのセイントが必ず現れる。お前の言う通り、人間の命は無限ではない。しかし俺たちの意志は永久に引き継がれる。では次に目覚める時のことを楽しみにしておこう。それまで決して他の者にこの地上を渡すでないぞ。さらばだ。ポセイドン、なんだ。トリトンのスケールが消えた。しかし腑に落ちぬ。地上を支配しようと策を練っていたにしても、ずいぶんあっさり眠りについたな。おまけにまるで倒されることに満足してたかのように見えた。考えすぎか。そろそろ戻るとしよう。